中に混ぜ込まずに軽く表面だけで崩してお茶碗に沿ってもらう方がよりあの半熟のまま楽しみになると思います。
中に混ぜ込まずに軽く表面だけで崩してお茶碗にね、取ってもらう方がよりあの半熟のままお楽しみいただけます。手前の方に当店のオリジナルの薬味がこちら5種類と蓋付きの器もみのりが入っておりますので、よかったらお好みでいろいろ入れていただいてお召し上げくださいませ。こちらはおにぎりですね。で一番最後なんですけども、最後はお茶碗にいっぱいほど残していただいて、最後はあの後で鶏のスープをお持ちしますので、最後だし茶漬けにしてお召し上げくださいませ。石の方大変熱くなっております。お気をつけてお召し上がりください。肉苦手じゃなければ、今みたいにこう中に混ぜ込まずに軽く表面だけ崩していただいてお茶を。